皆さんこんにちは、ガマカツの船フィールドテスターの伊藤郁夫です。今回ご紹介したいのはですね、シーファングヒラメ、こちらの竿をちょっとご紹介いたします。今までのヒラメ竿と違うのがまずは軽さ。簡単に言いますと、まずカレー釣りのような感覚で使えるヒラメの竿、そこがすごく変わった点だと思います。どっちかっていうと今までのヒラメ竿はやっぱり多少長く多少太くっていうようなイメージだったんですけども、あえてそこがライト感が出たヒラメ竿ができたというところで、で私もですね、昨年仙台湾とかで、まあ、重りが40号から60号という部分で結構使いましたけども、十分細い割には重りにもしっかり耐えて、さらに70、80のヒラメもですね、竿のバットのパワーできちっと上げてくるような形ですごく釣りやすい竿、本当にライトに大きいヒラメを釣れるっていうところがすごい魅力の竿ですので、ぜひ皆さん使ってみてください。それでですね、仕掛けの新製品が出たんで行ってみましょう。はい、こちらがですね、新製品のナノ船カレー両天秤です。ここに見てもらうと分かる通りですね、このような両天秤型になっています。両天秤型のいいところは何かというと、一番はアピールすることがすごくこう重要なカレー釣りですので、両天秤である以上こういうふうにふわふわ動くような形になりますので、特にですね、もちろん流し釣り、かかり釣りと両方使えるんですけど、かかり釣りでは絶大な効果を示しますね。というのはかかり釣りのカレーっていうのは、まあ、その場にいるカレーが多いですから、まあ、寄ってくるものもありますけども、その際カレーにアピールする際に一番見やすいのはどういうものかといったら、やっぱりこういうふうなアピール度の高い仕掛けですよね。だから私もこれ使ってみたんですけども、簡単に言うと寄せ切ったら他にはいかなくなるような仕掛け、そんな両天秤の仕掛けが出ましたんで、ぜひ皆さんカレー釣りで使ってみてください。はい、ガマカツフィールドテスターの畑野徳志です。今日はこの新商品の方を紹介させていただきます。この新商品はガマカツアユ V、競技スペシャル V7、 今年発売される竿になります。でこの竿の特徴としましては、まずは競技会をメインとして作られてますので、高感度で高性能の竿になってます。あともう一本、今年のこれも新商品の竿になります。ガマカツアユスピカという竿になります。これはですね、モデル的には初級中級者をイメージした竿になってますが、実際私たちが使っても問題ないような、レベルに仕上がっている竿だと思っています。で競技会に出てもこの竿は、十分通用する竿になってますので、ぜひ皆さんこの竿をまず使って試してもらえればなと思います。はい、ガマカツのフィールドテスターの、許可です。今年の、春からですね、以前あったアルデの追加モデルということで0号から1号までの、シリーズが増えました。特徴的にはですね、まあ、0号なんですけども、穂先が、まあ、たるむとか結構あったとは思うんですけども、ガイドの方が新しくなってまして、カーボンガイドっていうのを採用してますので、竿のもたれとかもなく軽量かつ、低価格の釣り竿になってますので、もしよければ皆さん、これからの春磯チヌ釣りに、ぜひ使ってください。よろしくお願いいたします。こんにちは、ラグゼスタッフの橋本久也です。今回この仙台フィッシングショーでこのダイダラ、ロックフィッシュロッドですね、これ の, ラインナップを紹介したいと思います。でまず一番長いこの S94H スピニングモデルの、ロングキャストモデル、94っていう長さでありながらものすごく軽く操作性も良く、遠投した先でのバイトにも即対応できてフッキングも可能、そのくらいのティップパワーを持っている竿になっています。まあ、おかっぱりのロングキャストではもう必ず必要な一本となっております。で次にご紹介するのがベイトモデルの 88XH、 これは主に磯場での大型ロック狙い、それで使用するロッドに仕上げてあります。もちろん50アップなんかも磯場から
もう抜き上げることも可能です。でもちろんこのシリーズ全てこの長さでも軽く仕上がってまして、一日中振っても全然苦にならない重さになっております。以上ダイダラシリーズのご紹介でした。はい、ラグゼサスの加納です。私の一押しは今回新たにリリースされましたオーゲンのタイラバ X、こちらの竿になります。トップガイドにはですね、チタントル材と採用していることで、穂先のブレが非常に少なくなっております。非常に軽い竿になっておりまして、非常に操作性が上がっております。これから全国的にもタイラバの方が非常に盛り上がってきているので、そのシーンの中でも非常に活躍するサウンドになっているかと思います。はい、それではテンアザオですけども、これまで黄金、の方があったんですけども、新しく、タイテンヤということでリニューアルしました。今までになかった、7-8、短いんですけども H とパワーのあるモデルも出てきまして、もちろん軽いながらも非常にかけやすいモデルになっております。重い点やなんか使った際にはですね、こちらのパワーが非常に生きてきまして、もちろんティップは非常に食い込みがいいんですけども、バットの力があるので、魚を浮かせるというところでは非常におすすめかなというふうに思っているところです。